オリックス宮城は8回1失点と好投しましたが、援護に恵まれず3敗目。四球から招いた失点を悔やみました。四球を出しての長打だったりはしっかり反省しないといけない。5回1失で山口に四球を与え、荻野にフォークを合わせられて先制を許しました。それでも3度の3者連続三振を含む自己最多タイの13奪三振を記録すれば、1回には自己最速の155キロをマーク。スピードガンが盛られているかなと苦笑いしましたが、同学年のロッテ佐々木とのハイレベルな投手戦を繰り広げました。ライバルとの通算5度目の先発対決はこれで1勝3敗。彼に引っ張ってもらいながら、いい感じで投げられたことは良かったと振り返りました。自身初の開幕投手を務めた今季は、先発した5試合すべてでクオリティスタート、6回以上を投げ自責3以内をクリアしています。防御率は 1.41 ながら2勝3敗と黒星が先行している現状を、ただ単に向こうが1枚や2枚上だったということをと受け止めました。チームは2試合連続零封負けで、4月20日以来となる借金生活に逆戻り。苦しい状況が続く中でも、新エース候補の左腕は切り替えて頑張りたいと前を向きました。